カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経 101円上げましたねで前日のダウがね、続伸していたんですよね。337ドル高ということで、一部企業のね、決算交換というふうにね、書いてありますけども、日経もね、その流れを受けて、まあ、上げてきたということになりましたね。うん。まあ、それでね、なかなか上げてね、良かったと思うんですけども、とにかくですね、このね、ダウがね、上行くのか下行くのかっていうのがね、 もう全くね、読めないんですけども、まあ読めないながらもですね、チャートはね、毎日見ているわけなんですけども、うん。で、日経はですね、とにかくね、101円上げたということで、昨日に続いてね、結構上げてきたということになり、75日線のね、近くまでね、また来たということになりましたね、うん。で、一時はね、この辺までね、一旦下がるのかなというふうな、まあ感じもあったんですけども、うまいことね、この辺でですね、まあ一旦にばっている形に、ね、なっているんですが、これがね、またいつね、下の方に来るかっていう、 のもね全くわからないんですけども本当ね誰がね空売りして誰がね踏み上げているのかみたいなねことがですね全然見えないのでまあどうなっているんだと。 いう気はね、しまますけども、まあとにかくね、上がっていく分にはね、いいので、この調子で,です、ね、3万円までね、ついでにね、ドーンと上げてほしいなというふうにね、思っています。けども、はい、いよろししくお願いします。続いて、グロース市場のア指数ですけども、はい、グロース市場のね、ア指数はですね、今日はね、ちょい上げでしたね、0.04%上げたということになりましたが、ちょうどね、この75位線のあたりでね、まあ止まっていると。 いう感じにはね、なっていますけども、こちらもね、うまい具合にですね、なんとかね、75億船の上にね、ドーンとね、突き抜けてほしいなという気はね、しますけどもね、うん。で、ずっと言っていますが、最初ね、始まったところをですね、このぐらいまではね、戻してもいいんじゃないのという気はね、しているんですが、どうでしょうかよろしくお願いします。以上、GI 関連でした。続いて、テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、海運なんですけども、はい。 今日はですね、海運三社がですね、ちょい下げしてるんですよね。うん。で、まず、有線が0.25%下げ、そして、川崎汽船が0.89%下げ、商船三井が0.94%下げと。 まあ、いう感じになっているんですけども、まあ、ここのところね、上げていったので、ちょい下げぐらいはね、まあ、なんちゅうことないチャートになっているんですが、でね、今日ね、ちょい下げした理由の一つとして、ひょっとしたらね、この水の証券がですね、まあ、レーティングを下げてきたっていうのがね、まあ、ちょっとぐらいね、影響したかなという感じもね、あったんですけども、で、この目標株価だけ見ていると、例えば、川崎汽船が、買いから中立になったということで、5000円からね、2500円にね、目標株価をね、半分にしてるんですよね。うん 半分にしているんですけども、為替規制はね、もう今ですね、すでに2300円まで来ているということになっているので、逆にね、2500円ってね、上なんですよね、うん、で、優先に関しても2800円の目標株価なので、もうちょいね、上ということにはなっていて、<laughs> で、商船密に関しては3000なので、まあこの辺ということで、まあちょっとね、上の方と。 いう感じにはしているんですけどもうーんーまあちょっとねしょぼいレーティングなどでこれでねちょっと下がったということがねあったのかどうかですけどもねまぁ、あ、水の証券のね影響力ってねまあたかが知れているのでまあそんな大したことはねないと思いますけどもって言ったらねまあ水の証券の人はね怒るかもしれませんけどもまあでもね現実的にはそうだと思うのでまあそんなにね気にすることはないかなというふうにはね思いますけどもただね明治海軍がですね今ね爆上げしているんですよね皆さんご存知かと思いますけども今日 はね8%以上上げたということになっていてですねなかなかね今ねバック上げ状態かなという感じになっているんですけどもで明治海運はですねまぁ、あ、海運業もねもちろんやっているんですけどもホテルもね経営してるんですよね、うん、で結構ねホテルはですねいくつかあってでインバウンド関連ということになっていてむしろねそっちで上げている感じにね今なっているんですよね、うん、でチャート的にもねかなり下げていると というところで、今ね、スタートしているので、これからですね、まだまだね、上がるかもしれないなという期待感はね、あるんですけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、ゲーム関連なんですけども、はい、ゲーム関連はですね、今日ね、なんとね、バンクオブイノベーションがね、ストップ高で終わったんですよね、うん。で、これについては、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。そして、 クラブなんですけども、はい、クラブはですね、今日はね、残念ながらね、3.7%下げたんですが、昨日ね、結構上げたんですよね。うん。で、昨日上げた理由としてはですね、これを出していたんですよね。新感覚のブロックチェーンゲーム、キャプテン翼ライバルズを発表と、うん、いうことで、2022年内にローンチする予定であることをお知らせしますと。 いうことだったんで、すよね、うん、でこれでね、昨日は結構上げていたんですけども、今日はね、ちょっと下げてしまいましたが、で昨日も今日も上品をつけていて、前回の高値あたりでですね、ちょうどね、押し返されているんですよね、うん。なので、この辺でですね、うまく調整していけばね、またまた上の方にね、いけるかもしれないなという感じはね、しますけども、はい、頑張ってほしいと思います。以上、ゲーム関連でした。ついて 直近の IPO ですけども、はい。直近の IPO はですね、今日はね、残念ながらね、まあ下げた方がね、多かったんですけども、そんな中でもですね、頑張ってくれたのが、なんとマイクロ波ちゃんなんですけども、はい。こちらですね、4.8%ね、上げてきましたね。はい。おめでとうございます。うん。で、これでね、3日連続の要線という風になっていて、この間ね、ドーンと下げたところからですね、徐々にね、また復活して上がっていると。 いう感じでね、すごくいいチャートにね、なっていますよね、うん。このままですね、うまい具合にね、調整しながらね、またまたね、前回の高値をですね、抜いてほしいなと思っているので、よろしくお願いいたします。続いて、こちらもね、毎日見ている M&A 総研ですけども、今日はね、プラマイゼロでしたが、うん、まあ、こちらもね、うまい具合に調整しながらね、またまたですね、前回のね、高値をね、ドーンと抜いてほしいなというような位置にいるので、こちらもね、頑張ってほしいと思います。続いて、 エニーカラーなんですが、はい。えぎカラーはですね、残念ながらね、2%以上下げたんですけども、でね、よりはですね、結構高かったんですよね、うん。かなりね、ギャップアップして始まったんですけども、残念ながらね、前回の高値あたりで、まあ、落とされてしまったということになっていて、 これでですね、3回連続ね、この1万3000あたりの壁をですね、どうしてもね、突破できなかったということにね、なってしまったんですが、うーん、なんとかですね、ここをね、うまいに突き抜けるにはですね、何かね、新しい IR みたいなものがね、欲しいかなというふうにはね、思いますけども、うーん、とにかくね、なんとか頑張ってね、上の方にね、抜けて欲しいと思います。ついて 今日ね、またまた一社上場しましたよね。SBI リーシングサービス5834ですけども、うん。で、今日はですね、残念ながらね、まあ、陰線で終わったということに、ね、なりましたが、はい。で、こちらのね、事業内容はですね、航空機、船舶などを対象としたオペレーティングリース事業に投資するファンドの蘇生販売というようなことなんですよね。うん、で、なかなかね、想定の時価総額が大きくて、221億円ぐらいだよと。 いうことだったんですけどもで公募価格2980円に対して、発電がね3300円だったんですよね、うんまあ、約ね10%上げということで寄ったということになったんですけども、当選の株数は253万株ありましたと。 いうことで、で、ロックアップはね、180日間と継続保有ということで、ここはね、結構ね、硬いな、ということではあるんですけども、うん。まあ、ただね、業態的にね、ちょっとね、どうかな、というところはね、あるので、うん、まあ、ちょっとね、今日は厳しかったのかな、という感じはね、しましたけども、はい、明日以降ね、どういうふうになっていくか、見ていきたいと思います。続いて、 明日ね、またまた一社上場しますよね。ビジネスコーチ9562ですけども、はい。で、こちらのね、事業内容は、トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチング及び人的資本開発に関するプログラムの提供と。 いうことなんですよね。うん。で、小型案件ということで、22億円のね、まあ、時価総額想定しているよということで、まあ、かなりね、これ小さいですよね。うん。で、公募価格が2070円ということになっていますが、で、当選の株数がね、35万株しかないということなんですよね。まあ、なかなかね、少ないということになっていますけども、うん。で、6カッ,ップはね、全部がですね、180日間ということになっているので、 これですね。まあ、なかなかね、時価総額も小さいし、当選の株数も少ないし、ロックアップも硬いので、まあ、場合によってはね、発言がですね、結構高いのかもしれないですが、うん、どういうふうになっていいかね、見ていきたいと思います。以上、直近の IPR でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、バンクオブイノベーションなんですが、<ス> バンクオブイノベーションね、なんとですね、今日はね、ストップダッカーでね、終わったんですよという話をね、さっきゲームのところで言いましたが、うん、で、これはですね、何があったかというと、昨日ね、この IR を出していたんですよね。新作大型 RPG メメントモリに関するお知らせということで、ストアでね、事前のダウンロードを開始しましたということと、事前登録者数がですね、120万人突破したよと。 いうことだったんですよね。で、このね、事前登録者数の123万人のうちですね、日本ではね、47万人しかいなくて、海外でね、76万人もいるんですよね。うん。ということで、むしろですね、これね、海外での方がね、注目されていいと。 いうようなものになっているんですよね。で、結構なんかね、歌が流れているらしくて、で、そこでね、まあ、参加している歌手の方っていう一覧があるんですけども、結構ね、有名な方がね、いらっしゃいますよね。うん。で、それとね、声優の方もですね、なかなかね、豪華なラインナップということになっているみたいで、まあ僕が知っているのはこのね、ほっちゃんとですね、あとね、田村ゆかりさんぐらいなんですけども、まあ結構なね、ラインナップみたいでですね、うん、まあそういうこともね、結構受けたのかなと。 いう感じはね、しますけども。でね、肝心のランキングなんですけども、これね、iPhone と iPad での日本のね、まあゲームのですね、セールスランキングなんですけども、なんとですね、今現在でね、メメントモリがですね、3位まで来てるんですよね。いやー、そんな。うん、ちょっとね、びっくりしましたけども。で、昨日の夜はね、20位とかね、まあそのぐらいだったんですけども、だん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 上がってきてですね、なんとね、今日の夕方にはね、3位まで上り詰めたと。 いうことになっていて、その下にね、パズドラがいるんですよね。4位がですね、パズルドラゴンになっていて、 で、1位がね、まあ、馬娘で、2位がね、モンスターストライクということで、この2つをね、抜くのはですね、まあ、かなりね、厳しいのかなという気はしますけども、それにしてもね、モンストとパズドラのね、間にですね、メメントモリがいるというようなことがですね、まあ結構ね、なかなかすごい話ですよね、これね。うん。うん。で、結構ね、ゲームのランキングはですね、初期の段階では結構ね、上の方にいることがね、まあまあありますよね。うん。進行のゲームでも、 結構ですね、まあ、出した投資はね、上の方にね、まあ、いるということはありがちなんですけども、まあ、これがね、このままですね、どのぐらいの期間にですね、まあ、50位ぐらいまでね、入れるのかということかと思うんですよね。まあ、50位ぐらいにね、ずっといればですね、結構なね、収入になると思うんですよね。うん、というのはね、これね、自社 IP なんですよね。うん、ご存知の方多いかと思いますけども、自社 IP で、かつ自社開発のタイトルであると。 いうことになっているのでですねこれねうまい具合にですねこう長期でねヒットすればですねかなりねこう稼げるんじゃないかという期待感がね盛り上がっているということなんですよねということでねまあ今3位にいるんですけどもまあこれがね少しずつですね下に下がっていくだろうということはまあ容易にね想像できるんですけどもそれがですねまあ、50位ぐらいまでねどのぐらいの期間入れるかとかねまああとはいろんなねイベントとかがあるのでまあその度にね上行ったり下行ったりするかと思うんですけどもまあ、そういうことでねどのぐらい盛り上が るかととといいいうことにねねなっていくと思いますけどもで、ね、今日の OB 化後にです、ね、バンク・オブ・イノベーションがねこういう IR を、ね、出してきたんですよね。今ねちょうどね増資の期間を停止していたんですよね。うん、これがね10月20日まで停止ということになっていたんですけども今日の IR でですねなんとね11月1日まで講師をですね停止しますよというふうに、ね、延長してきたんですよね。うん ということになったのでですね、これね、11月1日までは重いものがですね、ドーンとね、なかなか降ってこないだろうという感じになりそうなので、うーん、なかなかね、面白いぞという展開に、ね、なりそうですけども、はい、期待しているので頑張ってほしいと思います。続いて、スパイダープラスなんですが、はい、スパイダーちゃんはですね、今日ね、1.5%下げていて、ちょっとね、ここのところですね、チャートがね、弱含んでいるなという感じになって、 ていますが、まあ、なんとかですね、うまいことね、この辺でね、一旦どまって、まあ、少しね、調整している感じになっているので、上の方にですね、抜けてほしいなというような感じになっていますけども、今日のね、OBK もいな、ね、い、こういう IR をね、出してきましたよね。こちら、三社連携により、スマートメーター連携機能を共同開発と。 いうことでしたね、うん。はい。おめでとうございます。まあ、タイトルだけ見るとですね、なかなかね、渋いなという感じになるんですけども、うんでまあ、ただね、この3社のうちにですね、大崎電機工業っていうところがあって、で、このね、大崎電機っていうのは、電力量計スマートメーターの国内トップシェアのね、メーカーだと。 いうことなんですよね。うん。スマートメーターのね、国内トップシェアということだったとはね、僕も知らなかったんですけども、うん。ということで、なかなかね、地味な感じのね、IR ではありますけども、中身はね、濃いかなという感じがね、なっているので、はい。こちらもね、期待しているので、うまいことね、上の方にね、ドーンと行ってほしいなというふうにね、思っています。頑張ってください。続いて サ倍バなんですが、はい。サンバはですね、今日、ね、0.2%まあ上げたんですけども、で、サンバに関しては、まあ覚えてる方もいらっしゃるかと思いますけども、7月のね、下旬にですね、大幅安になったことがあって、まあそれはね、SB623 っていう薬に関して、厚生労働省のね、審議会の議題にね、含まれなかったと。 いうことだったんですよね。うん。で、この議題にね、まあ上がるのかどうかということで、結構ね、盛り上がった時期があったんですけども、それがね、残念ながらですね、含まれなかったということで、まあその時はね、下げましたよと。7月下旬はね、まあダメだったので下げましたということなんですけども、 そろそろね、ひょっとしたらですね、このね、審議会にですね、まあ、議題としてね、上がるのかな、どうなのかな、というところなんですよね。うーん、いや、全くね、上がらないかもしれないし、まあ、ひょっとしてね、突然上がるかもしれないし、ということで、その件に関してはね、僕ももちろんね、全くわかりませんけども、議題にね、上がってですね、商品の方までね、なんとかね、いかないもんかなと、というようなね、期待感でね、まあ、ちょっとずつね、上がっている感じはね、 あるので、うん、どういう風になっていくかね、こちらもですね、期待してみていきたいと思います。以上、新型のコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがで,ですね、まずこのね、プレイドなんですけども、はい。 プレイドですね。今日はですね、なんとね、10%近くね、上げてきたんですよね、うん。はい、おめでとうございます。でね、今日ね、なんで上げたかっていうのはですね、まあ何かね、材料が出たわけでもないみたいなんですが、とにかくね、うまいことね、この辺でね、リバっていてですね、で、こっからね、ドーンと上げていると。 いう感じになっていて、なかなかね、これいいチャートですよね。うん、なかなかね、これうまい具合に調整しながらね、上げていると。このチャートでね、なかなかご飯をね、美味しく食べれそうかなという感じになっていますけども。はい。続いて、エーザイなんですけども。はい。エーザイはね、今日0.6%上げて、なかなかいい感じでね、こう、リバってますよね。うん。前回のですね、この高値をね、一回抜いてから、うまい具合にですね、ちょっとずつね、上げているんですよね。うん。ね、ここまでね、下げた時にですね、 頑張ってね、持っていた方がですね、今ね、勝者になっているということで、エーザイもね、頑張っていますね。期待しているので、まだまだね、よろしくお願いします。続いて、JAL なんですけども、はい、JAL はですね、今日はね、残念ながらね、0.1%下げたんですけども、うん、で、前回のね、高値付近でですね、また折り返してしまったということになっていて、で、それがね、2800円のとこなんですよね。うん、2800円のとこ行くと、ちょっとね、下に行ってしまうと。 いうようなのが、まあ今の状況なんですけども、まだまだね、ここをですね、上抜きしてね、ドーンといけるんじゃないかというふうにね、勝手に期待しているので、こちらもね、頑張ってほしいと思います。そして、この中でね、一番下げたのがアイスタイルだったんですけども、今日はね、4.5%以上ね、下げてしまったんですが、うーん、まあ、ここのところね、上げていたので、ちょっとね、調整したのかなという感じでね、まあやむなしかなと。 いう気はしていますが、まあ、下ではね、少しずつ切り上げてはいるので、うん、そんなね、悪いチャートではないかなというふうにね、思いますので、こちらもね、まだまだ期待しているので、よろしくお願いいたします。以上、前回の注目銘柄でした。続いて、10月20日の注目はい。バンク・オブ・イノベーション、プレイド、明治海運、マイクロハインクルーシブ、エーザイ、キャンバス、メンタルヘルス、FIG、サンバイオ、竹内製作所、 M&A 総研 JAL 川崎汽船ダブルスコープスパイダーワイスフードエニーカラーステムリム高取クラブクルーズ花ツアーアイスタイルこの絵を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます 皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。